アディティ・アダールは、インドの映画監督、脚本家。デリー大学芸術音楽部の学部長だった母の影響を受けて育ち、映画業界に興味を抱くようになった。青年期に演劇活動に参加したダールは、そこで監督が作品の様々な部分に影響を持つ多面的な存在であることを学んだ。彼は、ボリウッドで活動しており、これまでにカブールエクスプレス、テーズ、スピード、オクラッシュ、ハル・イー・ディルなどで作詞家、脚本家として制作に参加していた。ダールはファワード・カーンとカトリーナ・カイフを主演に起用した監督デビュー作、ラート・バーキの制作に取り掛かったが、制作中に発生した2016年より、襲撃事件を受けてインド映画制作者協会がパキスタン人俳優の起用を禁止したため、パキスタン人のファワード・カーンを起用したラート・バーキの制作は白紙となった。この直後にインド陸軍が報復として攻撃を実行したことを知り、一連の経緯を題材にした映画制作を企画する。彼は友人のジャーナリストや陸軍退役将校への取材を通して資料を集め、2019年に URI サージカルストライクで監督デビューした。同作は興行収入34億ルピーを記録するヒット作となり、ダールはナショナルフィルムアワード最優秀監督賞とフィルムフェア賞最優秀新人監督賞を受賞した。ナショナルフィルムアワード最優秀監督賞を受賞するアディティ・アダール。ありがとうございます。